橋梁より前傾左が前方部、右が公園部。公園部奮町富士神社と石棺。お富士山古墳は群馬県伊勢崎市安堀町にある古墳。形状は前方後円墳。伊勢崎市指定史跡に指定され、湿度長持ち形石棺は群馬県指定重要文化財に指定されている。5世紀中頃の築造とされ、 木な用語特有の長持ち形石棺が使用されたことで知られる。伊勢崎市北西部に位置し、伊勢崎市では最大規模の前方公園墳である。古墳は前方部を西南西に向けるが、前方部の一部は両毛線付節のため削られている。公園部墳町には富士神社が鎮座し、お富士山の古墳名は同神社に由来する。古墳の築造時期は、 出土遺物から5世紀中頃と推定されている。埋葬施設として5世紀の機内応募特有の長持ち形石棺が使用されている。古墳は昭和41年に伊勢崎市指定史跡に指定され、長持ち形石棺は平成13年に群馬県指定重要文化財に指定された。古墳の規模は次の通り。主軸は北74度東。 噴球は三段畜成で、吹石が吹かれ、さらに大型円筒埴庭が並べられていた。また周囲には、縦型の周堀が巡らされており、それらを含めると古墳の総長は192メートルにも、なる。長持ち地石棺石棺の、複製国立歴史民俗博物館展示。お富士山古墳に使用された長持たち地石棺は、公園部墳町の富士神社脇に保存されている。 石棺は左岸製の6枚の石板からなり、全長は 285cm、幅は 121cm、重さは6.8トンである。箱型は底石、側石2枚、小口石2枚で形成され、その上にかまぼこ型の二石が乗せられる。この形状の石棺は5世紀における機内の応募特有のものになり、この石棺の使用例は群馬県内では、 大田天神山古墳のみで関東地方でも数例しか見つかっていない。石棺の形態、技法は機内のものと同様であるため、機内の工人が当地で制作したと考えられており、機内との強いつながりが指摘される。本石棺は江戸時代の初墳歴や伊勢崎風土記にも記録されている。また、この石棺を型取りして複製したものは、 国立歴史民族博物館や群馬県立歴史博物館でも展示されている。その他の出土品としては、活石によるトースの模造品がある。ありがとうございます。